明日見えぬ逃亡。7月下旬、ネームレスがバリアス砂漠を脱出した頃、ランドグリーズでは連邦によるコーデリア姫拉致未遂事件が発生。停滞する戦局の中で巡らされる陰謀をよそに、ガリア軍中部方面軍は部隊の結集を完了し、攻撃命令を待っていた。帝国軍は戦線を維持するのが限度で、ガリア軍に有効な手を打てず、手をこまねいているよりほかない状況だった。お久しぶりです、ゲーカ。よく来た、アイスラー。
ファウゼン攻撃は失敗に終わったようだな。は、ゲーカの希望通りです。あと一月は先送りにできるでしょう。マクシミリアン暗殺計画が予想以上に効きすぎた。中部戦線はイエーガー隊で帝国軍有利にする予定だったのだがな。ネームレスがやりすぎましたな。そのせいでガリア軍の北部攻撃が早まり、戦力均衡が崩れかけました。グレゴールは簡単に崩れん。その前にガリア軍は自滅したようだがな。ガリア軍司令部は内紛で機能していません。帝国軍はもはや勢いを完全に失っておる。戦争の長期化、ゲーカの思惑通りことは進んでおります。ソナタとダハウ、あのダルクス人どもの働きあってのことだ。してこの度そなたが参ったのは戦況確認のためではあるまいな。はい、これは帝国側のいかなる者の耳にも入れるべきではないことゆえ、私自らがゲーカにお伝えしようと。何事か。ガリア軍にてバルキュリアが発見されました。何、バルキュリアと申したか。以前ゲーカを護衛した422部隊を覚えておられますか。あの懲罰部隊か。確かネームレスと言ったな。はい、あの部隊にいる赤と銀の髪を持つ女、リエラ・マルセリスだと思われます。よもやバルキュリアがマクシミリアンの配下以外にもいようとはな。兵の報告によると、バリアス砂漠でのバルキュリア同様、青い炎をまとい、あらゆる攻撃を跳ねのけ、槍から破壊の光を放ったと。天に戻せ。は？我の唱えるバルキュリア救世説にあやつらは不要だ。バルキュリアに天から降りてこられては困るのだよ。殺せと。バルキュリア救世説において、バルキュリアは人を救う神のごとき存在として崇拝されねばならない。しかしあやつらはどうだ、ただの殺戮兵器ではないか。あのようなものが人類を救う神であろうはずがない。我が教義に反するバルキュリアなど存在してはならないのだ。バルキュリアは天に座し、人は救いを求め続ける。それでよい。それに我々が望むガリアと帝国の戦争を長期化させるという目的に支障をきたす存在となるでしょうな。ガリアと帝国の戦争は継続せねばならん。人々が愚かな争いに絶望し、バルキュリアの救済にすがりつくまで平和は訪れぬという教訓を与え続けねばならないのだ。はっ。アイスラーよ、国家とは実にくだらないものだ。
そのような枠組みは争いの源、平和実現の障害でしかない。大陸を一つに統一し平和を実現するのは国家ではない。我が教義バルキュリア救世説だけなのだ。王も皇帝も人民も皆我とバルキュリアのもとにひれ伏す。その時こそ真の平等と平和が訪れるのだ。崇高な理念と存じます。そのための犠牲は顧みぬ。人民が血を流そうと国土が荒れ果てようと、唯一絶対の平和に向けて人々が教義を受け入れ真理に導かれればよい。国家と争いの醜さを憎み我が教義の美しさを知る。そのために人々はひたすらに殺し合えばよい。今はその時なのだ。ゲーカの理念を実現するため戦争継続は不可欠でありますな。この男歪んでいる。妄執に取り憑かれた哀れな宗教家だ。しかしこの男を利用しなければガリアは帝国に対抗できん。そして負けたとしてもこの男と通じていれば戦後の地位は保証される。アイスラーよ、バルキュリアは確実に始末しろ。よいな。ご心配なく、すでに動いております。バルキュリアのみならずネームレスは完全に抹殺せねばなりませぬゆえ、ダハウにもバルキュリア狩りを命じる。速やかな対処を期待するぞ。はっ、うん、私どうして。リエラ、よかった、目覚めてくれたか。クルト、すまないリエラ。病気でも怪我でもないから対処法が分からず、何もできないまま時間を無駄にしてしまった。本当にすまない。どうした、苦しいのか、どこか痛むのか。違う、あのネクルト、それは別にいいの。そうじゃなくて。なんだ。私のこと怖くないの。バルキュリアなんだよ。私は怖い。だってあの力はうまく使えないし、今こうしている時だって力が暴走してみんなを殺すんじゃないかって。俺たちが今ここにいるのは君が命がけで救ってくれたからだ。恐れることなど何もない。それより君がこのまま弱ってもしものことがあったら。俺はその方が怖い。クルト、リエラ、
俺にできることは何だ。何でもいい、教えてくれ。そばにいてほしい。え？そばにいてくれるだけでいいの。本当にそれだけでいいのか。うん、それだけで少し元気になった。きっと私は大丈夫だよ。リエラがそう言うなら俺も大丈夫だと信じよう。ねえクルト、どうしてあの時私を信じてくれたの。リエラは俺が根拠のないものを信じないと知っている。その君が信じてとしか言わないなら俺には信じることしかできない。ごめんね、説明できなかったから。確かにあれは説明のしようがない。仕方ないよね。ああ、仕方ないな。私、どれくらい寝ていたの？2日ほどになる。これから先、どれだけ休めるかわからないから、今できるだけ体を休めておいた方がいい。そっか、そうだね。これを飾っておく。カモミールを摘んでおいた。このハーブの香りは精神と肉体の疲労に効果があると言われている。あ、根拠はないんだが。根拠はなくても気持ちは伝わるよ、ちゃんと。そういうものか。私、必ず元気になる。そのために少し休むね。待ってて、クルト。ああ、待ってる。リエラは大丈夫だな。あとはイムか、ここにいたのか。待つんだイムか。本当に逃げていいのか。そろそろ話してくれてもいいんじゃないか。誤解は解かねばならない。サーティーンを攻撃したのは恨みのせいじゃない。怖かったとしか表現できない。バルキュリアが怖かったのか。仇が帝国軍のあの女だと知ってからずっとバルキュリアと戦うことを考えてきた。それなのに目の前で青い炎と赤い瞳を見たら、一瞬で村を焼かれたあの日の恐怖が蘇って、無様な己を恥じるしかない。イムか、サーティーンは何も悪くない。弱い自分がいけない。いいの、だって私が一番私のことを怖がっていたんだから。イムカ、ごめんね。でも私はみんなを守りたかったの。すまない、自分はもっと強くなる。もう二度と
恐れたりしない。私ももっと強くなりたい。自分で自分を怖がってたらみんなはもっと怖いはずだから、自分に負けたらダメだよね。本当の敵は自分の弱さ、見誤ってはいけない。イムカ、私たちは敵同士じゃないよね。ああ、敵じゃない。リエラ、イムカ、もう二人とも大丈夫だな。うん、もう心配ない。隊長、ガリア軍が接近中です。指揮所へ来てください。わかった、イムカ、行くぞ。言われるまでもない。私も。リエラは安心して休んでいてくれ、何も心配しなくていい。わかった、みんなに任せる。待たせた、ガリア軍の規模は？幸いにも小隊程度のようね。どうするんだ、逃げた方がいいとは思うが。いや、迎撃する。リエラをもうしばらく休ませたい。私はクルトに賛成よ。リエラを安心させてやりたいからね。俺も迎撃に賛成だ。いきなり逃げたら切り札が使えないことがバレるぜ。アルフォンスの言い分には一理あるね。私も乗ったよ。ガリア軍とは戦いたくねえが、仲間を守るためだ。やるぜ。仕掛けてくるのは向こうですからね、やるしかありません。よし、敵部隊を迎え撃つ。各員戦闘準備。今から話すことをよく聞いてくれ。理解できたか？よろしく頼んだぞ。よく来たな、犬ども。レベルアップだ。いい仕事をしたな。リーダー任命の指示を許可する。張り切れ、犬ども。毎度どうもです。神様はお客様じゃなくてお金様ですよね。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。バッチリですね。壊したら殴りますよ。
ったら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。はい、できました。大事に使ってくださいね。バッチリですね。壊したら殴りま…完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。バッチリですね。壊したら殴りますよ。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。バッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。毎度ありがとう。お金が足りませんね。おととい来やがれ。皆さん、時は金なりですよ。さっさと終わらせましょう。ダメージ対黙ってたまるかよ。
指導を開始します。料理の前に一仕事だ。お、なんかいい感じだぜ。いたぞ。いたぞ。いたぞ。俺の出番だな。当たれ。いっちゃ上がり。手応えのない。行くか。筋が通らないな。
当てる。仕留めた。逃げ道はない。俺の出番だな。当たれ。敵撃破。
行くか。この調子で行く。そこだ。仕留めた。行くか。そこだ。行くか。当てる。料理の前に一仕事だ。うわっ、やっちまった。わかったよ。同胞は裏切らない。だろ。仕留めた。任せときなって。ジュリオ、しっかりするんだ。スマートに行くぞ。まだ終われない。行動を開始します。
行くぞ。ならないわ。見つけたわよ。出番のようね。俺の出番だな。くらえ。もう一頑張りだな。
開始します。料理の前に一仕事だ。もう一頑張りだな。当たれ。稼ぎますよ。俺の出番だな。腹に溜めた力を使うぜ。ジュリオ、しっかりするんだ。私の出番かい。私の出番かい。グライナー、恨むんじゃないよ。俺の出番だな。もう一頑張りだな。
うわあ、やっちまった。いざ。この動き見切った。参る。はっ、成敗。俺の出番だな。ジュリオ、しっかりするんだ。腹に溜めた力を使うぜ。華麗に決めるぜ。任せときなって。勝ちました。さーて、いくらになるかな。